行けばいいんじゃないの、連絡。あ、そうそう、だからさ、その生活保護をもらうと親戚にそのなんか連絡が行って、その体面が悪いとか、その世間体が悪いとかあるんだけど、もうすでに体面悪いから働いてないんだからさ、お前の息子は働いてなくて家でゴロゴロしてるんだから、すでに世間体も悪いし体面も悪いんだから、知ってますよ、皆さん、それくらい。親戚なんて会わないしな。いや、だって会わないんだったら別に 連絡行ったっていいじゃん。あと、親戚は基本的に行かないよ。親戚っていうか、親兄弟は連絡行くけど。なんだろうね、ほら。もう、近所の人も知ってるわけじゃん。こいつ働いてねえなってさ。なんかほら、日中の間出なくてさ、なんか夜中になるとさ、ジャージでコンビニに行くみたいなさ、あ、こいつ絶対働いてないわって近所の人はみんな知ってますよ。だから別にそれが生活保護になってるとさ、親に怒られそう。むしろ親は嬉しいんじゃない？金入るから。だって小遣い払わなくていいんだもん。恥ずかしい。いや、もうすでにあなた恥ずかしいです。だってよくわかんないけどさ、親のすねかじって生きてるんでしょ？だからすでに恥ずかしいから。そうさ、親のすねかじってる時点で恥ずかしくないっていう、なんだろう、開き直りの方が僕はびっくりですよ。だから、あなた自立してないですから。親のすねかじってますから。だから、どうせ恥ずかしいんだったら、親のすねじゃなくて、日本国の憲法に書かれてるんだから、日本国の、くれるって言ってるところの権利でもらえばいいじゃん。だから、親に迷惑かけないじゃん、むしろ。だって、親のすねかじったら親のお金が減るけどさ、法律上さ、日本国が金出しますって書いてあるんだからさ、それ日本国からもらえばいいじゃん。偉そうに触れ回る人は、いればいいんじゃない？いや、世の中にはおかしなことを言う人いっぱいいるんですよ。マイナスイオンが体にいいとか、なんか嘘をつく人はいっぱいいるんですよ。水素水が体にいいとか。でも、それを真に受けてもしょうがないじゃん。だから別に生活保護をもらっても、その後の人生で不利になることはないですよ。でほら、クレジットカードとかで破産したりするとさ、その後でそのブラックリストに載ったりして、そのお金借りづらくなるとかあるけど、で生活保護になったとしても、デメリットないからね。生活保護だから借金返せませんとかやっちゃうと、それはクレジットカードとかでバンされたりするけど、基本的には生活保護を利用して誰かに迷惑を受けるってやらなければ、何の問題もないわけですよ。そう、だから自己破産とかしちゃうとアウトなんだけど、自己破産する前に生活保護もらえよって話なんですよ。あ、ただ借金のある人は自己破産してからじゃないと生活保護もらえないですよ。だからこれは今僕が言ってるのは借金してない人の話ね。車持てないよ。持たなきゃいいじゃん。お前働いてないんだろ？なんで働いてないのに車持てないみたいな話になるの？ そもそも持てないでしょ。だ車持っててお金持ってる人だったら別にいいよ。そのまま暮らしてください。親のすねもかじらないで。いやだから、別にさ、資産を持ってお金を持って生活できる人は今まで通りの生活でいいですよ。だそこでお金がないですっていう人は、じゃあ親のすねの代わりに国からくれるものをもらえばいいんじゃないのっていう。堂々と大手を振って。だって国がくれるって言ってるんだもん。親はさ、いやいやお金払ってるわけでしょ？で、国をさ、くれるってさ、法律上書いてあるんだからさ、それもらえばいいじゃん。遊ぶ金欲しいよ。じゃあ、働けよ。だから、生活保護のお金じゃ満足できませんっていう人だったら別に働けばいいの。だから、働いて、お金稼いで、ガンガンお金使うっていう生活を僕は否定はしていません。そういう人も全然いていいと思うのよ。だから、すげえ働いてキャバクラに使えます。これ僕楽しいですっていうのは全然いいと思うの。ただ遊ぶ金欲しいんだったら働けばいいし、別に遊ぶ金はもういいと。ただ家でゴロゴロしてネットしてなんか絵とか描いてっていう生活がしたいなっていうんだったら、親のすねじゃなくて国のすねかじればいいんじゃないのっていう話。